ワープラネット TV と申しますけれども、井上副大臣も前回参加されました福島第一原発に伴う健康管理の在り方に関する有識者会議についてなんですけれども、あちらの方がですね、現在、議論自体カメラが入れないという状態になっておりまして、前回よりこちらの方としては、非常に市民の関心が高いということと、あと、子ども被災者支援法とかで関連ですので、おそらく、意思決定プロセスというのも公開というのは一つ重要ではないかというふうに思っているんですけれども、今25日の日も非公開ということで、それ以外にも今週21日にやはり環境省主催のですね、放射線健康影響に関する専門家意見交換会という、そちらの方の会議もカメラ撮影が、禁止ということになっているんですが、この理由といいますか、ちょっと納得いくようなお返事はなかなかいただけないんですけど、副大臣としてもお考えを聞かせていただきたいと思っていますが。はい、今日ですね、そのおっしゃったフルオープンでの撮影を認めないと、認めていないというそういう、文書をいただいた、環境省がいただいたということは承知をしております。で、基本的には環境省が主催する会議の撮影に関するルール、それはそれぞれの会議主体においてですね、いろんな会議の趣旨などを踏まえた上でその運用を設定するということになっております。で、ただですね、おっしゃっている趣旨もよく分かりますので、ちょっと今後検討させていただきたいと思ってます。今後でも、近々に特に、21日の会議というのは非常に、一般の関心も高いし、もちろん25日もなんですけれども、福島第一原発事故以降のいろんな問題というのは他の省庁ほとんどフルオープンで私たち撮影させていただいていますので、当然、これもオープンだというふうに思っていたものですから、そこの違いというか、他の例えば文科省ですとか規制委員会などとどういった点が違うのか、あるいはなぜこれがダメなのかという部分をですね、もう少しちょっと納得いくようにご説明いただければと思います。はい、大変申し訳ないんですけど、その、文書をですね、いただいて、私も報告を聞いたのつい先ほどだったもんですから、そういう意味ではそれを踏まえて急ぎ検討したいというふうに思っています。で、当然のことながらですね、やはりその国民の関心も高く、国民の知る権利あるいは報道の自由、こういったものを尊重すべきだというふうに思っておりますので、ちょっと考えさせてもらいたいと思います。すいません、ふいの西中と申します。今の件でちょっと追加なんですが、今までそのフルオープンにしなかったのは、どこからそういう、例えばその委員の方からですね、撮影はしないでほしいという要望があったとか、あるいは環境省の中なのか、自民党の中なのか、どうして今までこういう経緯になったのかというのは、何か、事情はご存知でしょうか。本当に申し訳ありませんが、ちょっと先ほどですね、そういったご趣旨のことを報告を聞いたもんですから、少しそういった経緯も含めて、ちょっと調べて、検討もしたいと思います。じゃあその経緯についても、説明が後日あるというふうに、後日といいましても、もう25日ですけど、その専門家会議とかですね、それに間に合うようにということでしょうか。とにかく急ぎちょっと考えてみたいと思ってます。